部分よりもこう自分たちのこうやるべきところっていうのに集中して茨城はやってくると思いますので、はいはい、お互いに最初のオフェンスは得点に結びつけています。ライトには平尾です。ディアロを使って外に振った三田のジャンパーは決まりました。ボールの動きだったり選手の動きっていうのは今日といかがでしょう。インサイドアウトからのスリーポイントですよね、はい、ジャンパーはマシューライトが決めてきました。得意な形ですよ、サイドとタブスコット注目のマッチアップ。3を打ってきました。ただワンポゼッション差、茨城が追いかけます。ボール回して田島、DJ ロールがシュートタッチだいぶ温まってきている感じがあります。またスリー成功。今度はバスケットカウントクザーです。クザーは三田をかわして久保田弾き飛ばされました。バスケットカウント、またしても福澤です。1対1で仕掛けるタイミングがあったらどんどん狙ってきますね、はい、前には久保田がいたんですが、もうそれをボール人間がよく回っています。京都ディアロしっかりとボールを沈めてきました。突き放しどころ、インサイドうまいプレーだ。ディアロ今スリッププレーですかね。非常にここまでは僅差となっているゲームです。このパス通った、久保田からディアロへ、ユトフとジェイコブセンです。水野に対しては田島がついてライトのスリーポイント、振り向きざまでしたが、いやライトも来てますね。すごいですね。14秒京都ボールです。走り込んできてインサイド久保田、ディアロのシュート、15得点というトーマス・ケネディです。ならばユトフ、ここはディアロに預けた。いやディフェンスがちょっと収まってすぎましたね。時間を使って打ってきました。セカンドチャンスが来た。ここで奪った福澤です。ユトフの隙を突いてシュートまで行きました。おわっ、決まった。時代から福澤という選手、はい、あの対戦もしてきましたし見てきましたけど、はい、あの独特の彼のリズムがあるんですよね、はい、必ず繋がるんじゃないかなと思います、はい、最後はエンドワンを福澤が決めたところで試合終了ということになりました。85対79。